今夜は人と用の爆走 VTR を大公開。カタラさん声が高い。桃木澄江不満が爆発。こちらです。くすみ、これも卒業して。はあ、何なんでしょう、うん、さあそれでは早速お呼びしましょう、うん、はい、モーニング娘。の皆さんです。どうぞ。トゥデイズゲスト、モーニング娘。お座りください。どうぞどうぞ。お座りください。お願いします。さあ今回の持ち込みトークテーマは、はい、これも卒業してということですか。なるほど、はい、これはそうなんですよ、うん、モーニング娘。の久住小春が12月でモーニング娘。を卒業することに、はい、あ、見た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 。何するんですか、その卒業後は、うん、卒業後は、一人でいろんなお仕事をさせていただきます、はい、まあそうなるやろうね。さあそしてこれも卒業っていうのはこれはどういうことですか。これは、はい、小春がモーニング娘。を、うん、はい、卒業する今だから、はい、あのこれは卒業した方がいいんじゃないかっていう、うん、あ、多分それぞれにあると思うんですよ。なるほど、はい、なるほど。今夜は卒業が決定したくすみに今だから言えるこれも卒業してほしいことをメンバーから大暴露。まだ新垣さん、はい、はい、私はですね、はい、こちら予定知らず。どういうことですか、これは。これはですね、はい、あのやっぱりモーニング娘。は、はい、いろんなところに、うん、こう地方とか、はいはい、コンサートで回らせてもらってるんですね、はいはいはい、やっぱりそこの会館名だったりとか、はい、静岡の皆さんとか、はい、そういうのをやっぱり言う役割が、はい、結構私とかリーダーの愛ちゃんは多いんですけども、はい、まあ久住小春はあんまりまあ、まだないんですよ。でもそうなった時にこうストレスとかしてる時に、新垣さん今日どこでしたっけここみたいな。違うんです。でも違くないんですよ、はい、冒険か。土日ライブなんですよ。土日違うとこに行くんですよ。そうだよ、でも、ま、毎週土日違うとこに行くんですよ。そうだよ、はい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 、だからあの分かんなくなるじゃないですか。いや、だってでも行く前に分かんなくなりますよ絶対、うん、絶対君が悪いと思う。地方の名前が違うんですよ。例えば愛知県で名古屋ってわけじゃないですか。そのレベルの話するのか。愛知と名古屋が分かれへんっていう話。分かるんですけど、なんかそういうところがたくさんあるんですよ。カズミさんは声が高いです。いや、やめてなくていいの。宇都宮とかもそうじゃないですか。それ県名ではないからね。そう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 。それはだってこのまっすぐな瞳ですっごい間違ったことを。やめに卒業クビじゃね。はい、声がでかい。ああ、それはもう一見いいことじゃないですか。ダメなんですか。いや、青木さんが言わはったように声も高いし、高い、はい、高い上にごっついんですね、声が、はいはいはい、せやし、なんかこう、アイクが冷静にいるときに、はい、耳元でガーガー騒がれるとすごく耳に触るん。でも全然わかんないです、自分では気づいてないんだ。勝手にね、うるさいのはいいんですけど、はいはい、一番こう多分みんながイラッとくるのは、はい、上から喋るっていう。どういうこと、上からって説明してるじゃないですか、はい、違いますよみたいな。違う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 、レーンみたいな。レーナは一回テレビが回るのに本気でうるさいって言ったんですよ、はいはい、テレビが回ってる時にですか。回ってる時に言ったらそれ DVD になっちゃいます。これなるよね。しかしボロカス言われたね。そうですよ。そういう反応はあるの、声が大きいということですか。意識してなくて、はいはい、勝手に声が出ちゃう。勝手に声が出ちゃう。じゃあ、ついてまいりましょう、はい、高橋さん。はい、雨女。うわぁ、雨女は違う。雨女やめてくれ。違う違う、どうやってやめるのよそれ。雨女かわいそうな、これ雨女じゃないですもん。声でかいね。はい、これは東京ディズニーシーンに行ったんですよ。番組かなんかですか。いや、全然プライベートで花火とか見て、ただなんか花火も終わったし、はい、小春あれ乗りたいですって言って、はい、それに乗った瞬間にザーッと吹っ飛んだんですよ。なるほど。でも、はい、小春、はい、それある時期から、はい、あのいきなり晴れ女になったんですよ。嘘だよ。絶対そうだよ。絶対そう。
と落ちたな。4ヶ月ぐらい前。4ヶ月前。最近なの。本当にそのピンポイントで晴れ女なの。じゃあ今はもう晴れ女なんですか。違うもん。そう。なんですか。それは愛ちゃんが台風女だからです。台風女。台風女。さあそれで次のあの教育係だった。はい。道重さん。はい、教育係だったんだ。道重さんが教育係だったんだね。だって道重さん今までいろいろ悩まれてたりしたもんね。もうストレスで眉毛抜くぐらいのもんですからね。はい。はい、その結果小春ちゃんに謝ってください。はい、あ、なるほど。あ、なるほど。いろいろ。これはもう積もり積もったもんがね。あの音楽選手さんでお話しさせてもらったように、はい、あの小春ちゃんからのその、あのストレスだったりとかに負けちゃって、はい、あの眉毛を抜いちゃったりとか、はい、ちょっと病気になっちゃうんじゃないかなっていうくらいちょっと辛い時期があって、はい、なるほど。で、あの本当に、うん、例えば、はい、あの急に連絡来るんですよ、道重さんって言って、はいはい、でやっぱ後輩だし可愛いし、はい、こうなんか、あ、なんか相談事でもあるのかなって思ったりとか、たら、あのお家のファックスをつなげてくださいとか、えで、お家の近くで録画の接続が悪いんですけどどうやってしたらいいんですかとかっていうのを先輩に、はい、いや、してくださいっていうのを普通の顔してニコニコしながら言ってくるんですね、はい、それがもう辛くて、はいはいはい、だからもうあの教育係も放棄して、はい、でもあのこれから一人やっていく上で、はい、そういうの周りをちゃんと見た方がいいなっていうことで、はい、謝ってくれさえすればあの許しますよ。なるほど。もうなかったことにするから。でもでもあれなんですよ。小春もう言ってもいいですか。言っちゃう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 。言われっぱなしも腹立つしな。確かに。言っちゃう。言あのいろんな人に注意されるんです。はい。そりゃそうや。注意される。そうですよね。ダンスのコツがいろんなあの先輩方に言われたりとかするんです、はいはい、ライブとかで、はい、例えば高橋さんに、はい、でも大体振り付けを、はい、振り付けを、はい、あでも自分でもあちょっと自覚症状があるんですよ、そこの時代は。なるほど。でもね、あの道重さんに注意されるんですけど、はい、そこっていうとこなんですよ。違う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 、そんなとこ言う、言うことですか。違うんですよ。そこええや言うこと言ってきやがる。違う違う、そこじゃないですよ。違う、話が流れてきて、そこじゃないですよ。違う、なんか自分の予想がえそこかな、そこですかみたいな、いつもあ細かって言っちゃいそうなんですけど、だけどそこふんってこらこらえてるんです。今までずっともう我慢してるやな。そんなことない。やめてるやな。変なところの変なところの注意やめてくださいって謝ってほしいぐらいや。もう小泉さんやめてほしいの。ちょっとちょっと道中謝ってもらっていいですか。まさかの展開。まあでも指摘がずれてたらね、はい、まあそれはそれでしょうね。一回謝ろう、一回謝ろう、みんな今までごめんなさい。なんだこれ。いやでもかわいそう。もう眉毛なくなるで、もう眉毛なくなる。大丈夫大丈夫大丈夫。でもたくさん教えてもらったんで、たくさん教えてもらったし、あのすごい感謝してる部分もすごいあるんですよ。すいません、これでか取り付けとか先輩に頼んだらあかんだよ。すいません、仲良くね、はい、ありましたけども、はい、さあ最後にくすみさんがモーニング娘。でやり残したことっていうのがあるんですか。はい、そうなんです、はい、あのモーニング娘。でラブマシーンって曲あるじゃないですか、はい、そのディアーって部分があるんですけど、はいはいはい、その部分がこちら。今までやってたんですよ、はいはいはい、あの飯田さんで吉澤さんって言って、うんはい、で吉澤さんが抜ける時に、はい、あの高橋さんかなと思ったんですよ、はいはいはい、そしたら二の木さんだったんです。だけど小春やりたかったんですよ。小春やりたかったんですけど、高橋さんだったらなんかあリーダーだからしょうがないなと思ったんですけど、高橋さんにやられる分には構わないけども、なんかリーダーお前はちゃうやろ。だからお前はチャンスを取る。そうですよ。でも最後やり残したことだから、まあ、やりたいやりたいよ。すごいよ本当に。いいよやれば。スーパーソンしてるね今日。それでは卒業を記念してくすみさん思う存分やってください。すごい、ねえ、卒業していいと思う。お疲れ様。
そんな久住小春の卒業シングル気まぐれプリンセス、どんな曲に仕上がったのか。今回お尻にスポット当ててる曲。そうなんです。お尻、どういうことですか。だからこう衣装とかがお尻に穴が開いてるんですよ。うわうわうわ、ほんまや。お尻ちょっとエロい感じ。ちょっとエロい感じですよ。はい、あいちゃん危険。うわうわ、それ危ないやんか。衣装をこう、まあ、作るときに、はい、あのお尻に穴が開くんで、はい、あの私いけるっていう人と、私ちょっとあんまり出したくないっていう人を教えてくださいって言われてくるんです、うん、あ、なるほど。ってことは一番入れる高橋さん、ちょっと私ちょっと行けそうなの。って言ったんですよ。でも私も一番都市的にダメだったんだよ。あ、ジュンジュンジュンも行けるって言ったんだ。そう言ったんです。でも全然空いてないんです。いいじゃん、いいじゃん。セクシープリンセスティーじゃない、ジョイエロ涙